ジャズ喫茶バレリーナのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、サックス奏者のレコードを紹介します。今日紹介するレコードはこちらになります。はい、ですね、ギルメレという人です。ギルメレカルテットで、今日のアルバムタイトルはプリミティブモダン。それでこのギルメレという人はですね、一番イメージしやすいのはですね、こちらですね、10インチ版なんですが、10インチ版でしか出てないです。カップリングで、12インチで出てますけれども、はい、このブルーノートから出てる、ブルーノートから、何枚か出してます。10インチ版でも、それから12インチ版でもですね、出てます。この人です。もうバリトンとかテナーとか、もうマルチリード奏者なんですけれども、そうですね、異彩奇彩という表現がぴったしの非常に優れたコンポーザーでもあり、アレンジャーでもあり、プレイヤーでもある。さらにはこのイラストデザインは彼自身が描いています。ブルーノートの初期のいくつかのデザインはこのギルメレがやってます。まあ、1500万台になってくるとリード・マイルスという、専属のデザイナーがたくさん手掛けることになりますけれども、初期の一部はギルメレ。さらに有名な話では、録音エンジニアのルディ・ヴァンゲルダー、ルディ・ヴァンゲルダーをアルフレッド・ライオンに紹介したのはギルメレと言われてます。はい、白人のプレイヤーなんですけれども、あとアメリカの映画とかですね、テレビドラマとか、そういったサウンドも手掛けた、まさに才能あふれる人なんですね。はい、そのギルメレのレコードを今日紹介します。私大好きなプレイヤーなんですけども、1950年代初めにからですね、もうすでに実験ジャズといいますか、言うならば、フリーと言ってもいいぐらいな感じでも、このベースにはやはりスイングしている部分があったりとかですね、するんですね。はい、なんともやみつきになるプレイヤーです、ギルメレという人は。はい、それで彼はですね、ギターを中に入れるんですね。その非常にギターの使い方が非常にアレンジが上手であると思うんですね。今日紹介するこのプリミティブモダン、建築ジャズとか言われてるやつですね。はい、自分自身がこういう風にライナーノーツも書いてますし、はい、今日の、レコードにもですね、ギターが入ってます。ジョー・シンデレラという、本当にギルメレ専属のようなギタリストなんですけれども、あとドラムはエド・シグペン、オスカー・ピーターソンとやってたエド・シグペンですね、はい、が入ってます。それで先ほど言いましたこのジョー・シンデレラという人は、非常にこのレコードでも非常にスパイスが効いてるギターを弾いてるんですね。それでそのジョー・シンデレラ、もちろんギルメレに多いんですけれども、このクリス・コナーのこのレコードですね、まあ、30センチ LP のララバイ・オブ・バードランドにも含まれてますが、この中でギターを伴奏してる、これもジョー・シンデレラなんですね。非常にセンシティブなギターを弾くし、
あるいは、まあ、レニー・トリスターノが使っていた、ビリーバーバーですか、そういったクールな、まあ、クールジャズとも言えますね。非常に素晴らしいプレイヤーです。ではこのギルメレ・カルテルと、ギルメレから、プリミティブ・モダンというアルバムタイトルですが、その中からですね、タイトルが変わってるんですね。ドミニカとかですね、マーク1とかですね、アイアンワークスとかバレータイムとかですね、今日はですね、このジャケットのイメージ、これはあれですよね、パイプですよね、パイプですよね、このイメージにぴったしな感じのアイアンワークスという曲をお届けしたいと思います。全曲ギルメレが作曲してます。はい、ではお聴きください。ジャズはいいよ。Thank you.